つもご視聴ありがとうございます。今週のアグレット公式アナウンスまとめ動画となります。この動画の収録日が11月11日、ポッキー&プリッツの日なんですが、皆さん食べましたか？ SNS で見てたら食べたくなりますよね。明日になるけど買いに行こっかな。さて、今回のトピックは以下の通りです。まず来週以降の予定について軽く2点お知らせがあります。次にクリエイターズマンス第1週目の結果と2週目に向けてざっくりと内容を確認しておきましょう。そして今回のメイントピックはこちら。今週末登場のゲストクリエイターパンナコッタさんへ、今回の NFT アパレルのテーマやご自身のことについてインタビューをさせていただきました。パンナコッタさんファンは必見ですよ。最後に今後1週間のスケジュールの確認をしておきます。では最初にデイブズギャラリーで話されていた内容などから2つお知らせがあります。1つ目はアグレットミートアップ2022 in ロサンゼルスがいよいよ来週の11月18日に開催されます。これは実際にチームアグレットのメンバーや熱心なアグレッターと会えるオフラインイベントになります。ただ場所がロサンゼルスなんですよね。ロサンゼルスメンバーのルーシーやジャスターはもちろん、ナイルもイギリスから駆けつけるようですね。めっちゃ会ってみたいな。どこでもドアが欲しいところですね。案内の内容を少し見てきたんですが、食事やプレゼント、スタッシュハントなどを楽しめるようです。さらにアグレットプレイヤー限定のゲーム内ギフトを見つけるためにグループで2マイルを歩きますって書かれてました。みんなでスマホ持って遠足みたいな感じなんですかね。まあね、視聴者さんの中でパッとじゃあ行こうっていう行ける距離にねお住まいの方はなかなかいないかもしれませんが、ご興味ある方はチケットの購入や詳細について概要欄に記載している公式のブログからご確認ください。ぜひいつか日本でもイベント開催してほしいですね。では2つ目のお知らせです。しばらく音沙汰がなかった次回の IRL スニーカー発売の予定が出てきました。次回作はアグレット版 IRL となるようで、12月の発売予定とのことです。詳しくは来週にお知らせがあるようですが、アグレット版 IRL コレクションの2足目になると思われます。次は何が来るでしょうかね。1作目のアグレット版 OG については以前に実物の開封動画を出していますので、どんな靴なのか参考にしてみてください。右上のカードや概要欄からご覧ください。では次のトピックに移ります。クリエイターズマンスセミファイナルについて、第1グループから白熱しましたね。週末を待たずすでに決着がついておりまして、ダニー093のコミックが最初に完売し、ファイナル出場が決定しています。残念ながらファイナル出場とはならなかった他の5作品についても本当に素敵な作品でした。一つに決まってしまうのがもったいないぐらいなんですが、こうしてクリエイターさんにスポットライトが当たってみんなで応援ができるいいイベントになっているかなと思います。セミファイナリストの皆さんには商品としてすでにそれぞれの作品の一点物の NFT が送られています。いや、まさに絵画みたいな感じですよね。それぞれのクリエイターさんがどんどん有名になっていただいて、お宝 NFT になることを願っています。第1グループのセミファイナリストで直接インタビューさせていただいた楽さん、金子さん、ユミュさん、パパミルクさんのお声については先日動画にまとめていますので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。作品の画像だけではなくてね、クリエイターさんのお人柄や靴に込めた思いなどがわかる内容となっています。第2グループ以降の皆さんにも順番にインタビューさせてもらっていますので、グループの組み分けが発表され次第また号外で動画を投稿します。投票前にぜひご覧ください。クリエイターズマンスセミファイナル第2グループの投票は11月15日火曜日の0時から開始です。それからこのセミファイナルに選出されている24足の靴はコレクションにもなっています。11月30日水曜日の22時59分までに完成させると、報酬としてティア2のスニーカーがもらえます。第1グループの靴は、ウィークエンドドロップの前にショップから消えてしまうようなので、コレクションを完成させたい人は、ショップまたはマーケットから忘れずに入手しておいてください。それではセミファイナル第2グループも応援や投票を楽しんでいきましょう。
ではお待たせしました。今回のメイントピックに移りましょう。今週末のウィークエンドドロップのゲストクリエイターパンナコッタさんにインタビューをさせてもらいました。今回の告知画像を見て楽しみにしている方も多いと思うんですが、本当に可愛い靴ばかりですよね。ウィークエンドドロップに先駆けてお話を聞かせてもらいましたので、インタビュー形式でお楽しみください。それではどうぞ。ゲストクリエイターの発表は確かディスコードで突然行われていたと思うんですが、ディスコード内のマミーさんからのメンションで目が覚めました。ゲストクリエイターに選ばれた時のご感想を教えてください。突然の発表に驚きましたが、ゲストクリエイターの一人に選んでいただいてとても光栄です。NFT シューズのデザインをすると分かった時はワクワクでいっぱいでした。貴重な経験なので全力で挑んで楽しもうと思いました。今回は NFT に合わせてアパレルもデザインされていますよね。今回の制作にあたって何かテーマがありましたか？ NFT やゲーム内シューズのアピールポイントなども教えてください。アパレルも NFT シューズも初心に帰り、私らしくイチゴをテーマに可愛く美味しそうにデザインしたつもりです。また NFT 以外の4つのシューズは Discord にアップしたデザインの中からお気に入りの作品を選びました。ちょっと派手めが多かったかな。個人的には比較的固めなデザインが多いアグレットアパレルにパンナコッタさんの柔らかい雰囲気が加わってくれるのを期待していたんですが、もしかしてこのツイートの感じのアパレルなんですかね。めっちゃ可愛くないですかこれ。イチゴの帽子欲しいな。靴も本当に見ているだけで楽しくなるようなものばかりで、コレクション欲がそそられますよね。遊園地の靴もキャンディーいっぱいのこの靴も可愛いですし、ちょっと変わり種のねこのスフィンクスの靴も全部気になるんですがね、もうお分かりですよね。この緑の靴、この編み込みの靴ね、ツイッターに投稿されていたのをお見かけした時にめっちゃいいなと思ったの今でも覚えてるんですよ。それがこうしてゲーム内に登場してくるのって本当に嬉しいですね。パンナコッタさんのデザインはどれもポップで可愛いものなんですが、特にお菓子や果物などのスイーツにまつわるデザインが秀逸ですよね。お名前もスイーツのパンナコッタから取られてるかなと思うんですが、おっしゃる通りです。実はスイーツの中でもパンナコッタが一番好きです。実際にお菓子作りがお好きだったりしますか？それとも私と同じく食べる方かな？基本的にスイーツは見る食べる専門です。フルーツやクリームたっぷりの美しいスイーツを見ていると幸せな気持ちになります。デザインはそこからイメージが湧くことが多いですね。最後にご自身のクリエイター活動で宣伝したいことなどがあれば何でもどうぞ。いつも応援していただきありがとうございます。アグレットのシューズデザインを始めてまだ4ヶ月ですが、刺激の多い濃密な時間だったのでもう10年くらい活動している気分です。また絵を描くことが楽しすぎてアグレット以外でもいろいろとマイペースに活動していますが、これからも応援していただけるととても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。パンナコッタさんは LINE スタンプやすずりオープンシーでの作品販売もされています。こちらも可愛い作品ばかりですね。リンクは概要欄にも載せていますし、パンナコッタさんのツイッタープロフィールからも飛べますので、パンナさんファンはぜひチェックしてみてくださいね。パンナコッタさん、今回は心よくインタビューに応じていただきありがとうございました。以上、今週のゲストクリエイターパンナコッタさんのインタビューでした。では最後にさらっと今後1週間のスケジュールを確認しておきましょう。11月13日日曜日朝9時からはウィークエンドドロップです。こちらが先ほどのパンナコッタさんデザインの NFT とゲーム内スニーカーの回です。各ゲストクリエイターの NFT はそれぞれ価格と数量は同じになっているようですね。今回も180ゴールドアグレット、数量が500足となります。NFT の購入者には特典のアパレルもついてきます。こちらももちろんパンナコッタさんのデザインです。ちなみに前回のショーンさんデザインの回ではご覧のような価格と数量でしたので、今回もおそらくある程度誰でも手に取れるように数量は多めで価格も安めに設定されているのではないかなと思っていますので、ご参考にしてください。11月のゲストクリエイターさんがデザインした4つの NFT もコレクションとなっています。このコレクションについても11月30日の22時59分までに完成させると NFT ではないんですが、ティア1のリワードグッズがもらえます。では次に11月15日の火曜日0時からはクリエイターズドロップです。こちらが前半でお伝えしたクリエイターズマンスの第2グループ投票となる回です。
第一グループと同様、24名のセミファイナリストの中から6名の作品が登場。ルールについても同様です。各デザインとも価格は3ゴールドアグレット、数量が1万となっています。次に11月17日木曜日0時からはミッドウィークヒートです。今週はちゃんと公式のブログやニュースレターにも記載されていましたね。そして翌週になりますが、11月18日金曜日朝8時からはデイブズギャラリーです。毎週金曜日の朝8時から公式のディスコードサーバーで配信されます。いつも通りスケジュールを日付順に並べておきました。こちらはツイッターの固定コメントの方に画像を上げていますので、簡単なものですがよかったら画像を保存してご利用ください。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。パンナコッタさんの靴はどれも可愛いんですけど、やっぱりこの1号かな。ついにこの靴にバッチリ似合うアパレルが手に入りそうですね。頑張って NFT ゲットします。